町の喧騒に飲まれていった創薬センター副所長の死。その裏にあったのはアドデック9がセンターへもたらす莫大な利権。八神は全ての事件が何者かに仕組まれている可能性に突き当たる。だが検察は一切構わず、新谷弁護士殺害犯として現職の刑事綾部の名を挙げた。死体から出た弾は綾部の銃で撃たれてた。間違いない。奴が新谷殺しの星だ。あなたには申し訳なかったが、我々が綾部を疑っていることをしばらく本人に気づかせたくなかったんです。なんせ現役警官の殺しだ。逮捕となると政治や根回しにも時間がかかる。それで今まであなたを疑っているふりを。お前は綾部とお友達だろ。奴の注意をそらすのにはうってつけだった。そっか、全部茶番だったんだな。茶番？うちは大真面目ですよ。それにあなたにとってもこれで終わったわけじゃない。綾部刑事は職務上得た情報を不正に外部へ漏らしていました。我々はその件についても徹底的に追及します。いずれあなたからもお話を伺うことになるのでは。よう、ちょうどあんたの噂してたよ、綾部刑事。聞いてくれ八神、これから俺は逮捕される。新谷殺しの件で誰かにはめられたらしい。なあ、驚かないのか。俺もさっき聞いたとこだから。今あんたを疑ってる連中と一緒にいる。え？みんなこっち見てるよ。あんたに弁護を頼みたい。この件で頼れるのはあんただけだ。分かった、依頼を受けるよ。俺とあんたの仲だもんな。すぐ接見に行く。話はその時に。じゃあこの決着は法廷で。そっちの担当は泉田検事。楽しみにしてる。でもあんたは誰かさんの操り人形だろ。俺の本当の敵はその誰かさんだ。というわけで先生、綾部の弁護を源田事務所で受けてください。ったく、分かった。じゃあすぐ綾部と接見してんだろう。星野君に言っとく。ええ、とにかくすぐそっちに行きます。
八神さん。時間食っちゃったよ。またな。八神さん、お待ちしてました。すぐ綾部刑事と接見できます。タクシーで行きましょう。それでは出発いたします。現役のデカが殺しで逮捕か。ショッキングな光景だな。そんなに嬉しそうに言うなよ。こちらは源田法律事務所の星野先生。若いけど頼りになる。おい、あんたが弁護してくれるんじゃないのか。いや、俺はもうずっと法廷に立ってないから。その代わり証拠集めに回る。大丈夫、羽村の時もそれでうまくいったよ。星野です、よろしくお願いします。いいのか。新谷はあんたの先輩だろ。もし俺が犯人だったら。まあでも綾部さんは無実なんですよね。え、あれ、そうですよね。多分な。多分なんですか。新谷はあんたの銃で撃たれたんだって。検事たちがそう言ってた。ああ、弾の線条痕が一致してるらしい。線条痕って何でしたっけ。はあ、すみません。拳銃ってのは弾の軌道を安定させるために内側に螺旋状の溝がついてる。で、撃つと溝で弾に傷が残る。それが線条痕だ。へえ。その溝は人間の指紋みたいに銃ごとに特徴が出る。つまり拳銃ごとに全部違う。で、今回新谷の死体から出た弾の線条痕が俺の銃のものだったわけだ。じゃあ新谷先生を撃ったのは本当に綾部さんの銃だった。ああ、凶器は間違いなく俺の銃だよ。それが意味するのはつまり誰かが俺をはめたってことだ。どうやって。新谷が殺された日のことを覚えてるか。俺らテンダーで飲んでたろ。カイトもいた。ああ覚えてる。黒岩と初めて会った時だ。あの後俺はもうしばらく一人でいて、それから店を出た。ところがそっから先の記憶がねえんだ。はあ。何かで頭を殴られた。後ろからいきなりガツンだ。闇討ちされたってことか。場所はどこで。店の近くだったろうが、はっきりしねえ。何しろ全部急だったんで。それでも刑事か。しょうがねえだろ。おまけに気を失ってる間に場所を移されててな。それで余計記憶が。場所を。ベンチに寝かされてた。カムロ町の児童公園のベンチにな。で、起きた時周りにはもう誰もいなかった。テンダーからだと結構あるな。車で運ばれたはずだ。
どのくらい気を失ってた？1時間くらいだ。後で知ったんだが、新谷はちょうどその間に殺されてた。俺の銃で撃たれてな。じゃあ犯人に銃を奪われたってことか？いや、銃は俺の懐にちゃんとあった。え？要するによ、俺を襲った奴は俺の銃で新谷を撃った後、全く元通りに戻してくれたわけだ。たった1時間の間にな。じゃあ弾だけ減ってた？弾数も元のままだ。使った痕跡もきれいに消されてた。でも補充された弾から手がかりを探せば。量産されてる弾だからどれも同じだ。無理だな。ところであんた、自分が闇討ちされたことを上には報告してたのか？してない。だって手帳も拳銃も何も盗まれたものはないし、面倒だったしよ。それに普段の素行が突っ込まれるしな。悪徳刑事の悲しさか。真っ当なデカならちゃんと報告してる。まあ認める。でも犯人の狙いはそこかもな。あんたなら騒ぎたくないと見越して濡れ衣を着せる相手に選んだとか。全て計算済み。まあかくして現場から出た弾にはあんたの銃の洗浄痕が入ってた。それは事実ってことか？そいつを聞かされたのもついさっきだ。銃の洗浄痕が出た時点で俺は第一容疑者だろ。なのに周りの同僚は誰もそれを知らせてくれなかった。ここんとこ捜査の時、黒井はいつも俺をそばに置いてたろ。あれは俺を監視するためだ。ま、今思えばだけどな。アリバイ聞かれた時は何て答えた？公園で寝てました。それじゃあ誰も信じてくれませんよね。俺は新谷をやってねえ。俺ははめられたんだよ。なあ八神、あんたから見て俺は助かりそうか？ふん、ああ大丈夫。いや、俺もバカなこと聞いたよ。あんただって他に答えようがないもんな。いいか星野君、綾部はまんまと真犯人にはめられた。俺はその前提で動く。じゃあ全面的に綾部さんを信じるんですね。綾部は刑事の風上にも置けないが、そこまで悪じゃないし頭も切れる。自分の銃で殺しなんてやらないよ。真犯人は別にいる。それはやっぱりモグラですか？ああ、当然第一容疑者だ。だからまずはモグラに近い人間を当たる。モグラに近いって、あ、羽村の頭？ああ。でもあの人の居場所も分かんないですよね。そうだな。でもそこはまず松金のおやっさんに聞いてみる。何か分かるかもしれない。そうですか。じゃあ僕は一度事務所に、源田先生にもろもろ報告してきます。
よう。なんだよ、また面倒事か。羽村の頭がどこか知りたいんだけど。どっかに消えたっきりだ。じゃあおやっさんはどこだ。組の事務所に。そんなとこにはいねえよ。決まってんだろ。海藤さん、親父も頭と似たような立場だぜ。居場所が知れりゃ奨励会の的にされるかもしれねえんだ。その通りで、今安全なとこにいてもらってるはずです。ただ俺もそれがどこかまでは。それでもお前なら連絡くれば取れんだろう。俺らと会えるか聞いてみてくんねえか。わかりました。返事がもらえ次第連絡します。お前の携帯にかけりゃいいか。ああ助かるよ。綾部のこと星野君から聞いたぜ。モグラにはめられたらしいって。結局何につけてもモグラが鍵なわけか。ああ、だからまずはそのモグラとつながってる羽村の頭だ。そこから攻める。地道にね。親父が頭の居場所を知ってりゃいいがな。まあ東からの連絡を待とう。もしもし。松金組の東だ。ああ、おやさんどうだった。会えそうか。カムロ菊の屋って料亭がある。町からちょっと外れた隠れ家だよ。そこにタクシーで行け。親父はもう行ってる。カムロ菊の屋だな。あんまり親父を待たせんなよ。まで行かれますか。それでは出発いたします。
親父、お見えになりました。ああ、どうぞお座りください。しばらくだな、ターボ。カイトは組やめて以来か。へい。おやさん、東から聞いただろうけど、俺らが聞きたいのは。その前に乾杯くらいしようじゃねえか。な？確かに。どうぞ。いい店だな、ここ。お前らと久々の酒だからな。なあ、ターボ。やっぱり、羽村からは手引いてもらえねえか。なんだって？羽村あっての松金組だ。あいつで、うちの組は回ってる。それはこの間聞いたよ。羽村の居所は？俺は知らねえ。あいつはそんなもん、いちいち報告してこねえんでな。じゃあなんで俺らをここに。こんな話ならわざわざ会う必要もなかった。おう、親父、いつの間にこんな。ターボ、もう羽村には手出すな。俺が今追ってんのはモグラだよ。頭にはその話を聞きたいだけで。同じことだ。お前も分かってんだろ。羽村とモグラは太くつながっている。だがもう忘れろ。断ると言ったら。あいつらに触んのはやばい。俺を信じろ。何がどうやばいんだ。理由を聞かなきゃ引くに引けないだろう。バックに俺にも得体の知れない連中がいる。だがそれ以上話せることはねえ。どうしても引かねえってんなら、しばらく動けねえ体になってもらう。それで死なずには済む。おやっさん、お前らのことはガキの頃から面倒見てきた。今までそれを恩着せがましく言ったことはねえ。そうだな。だからこれが最初で最後だ。お前らはしばらく町を出てろ。少しでも俺に恩を感じてるなら、この頼みだけは聞け。モグラの件は創薬センターとも絡んでる。3年前の大久保事件とつながってきてんだ。いくらおやさんに恩知らずと言われようが譲れない。バカ野郎。親父、親父の命令は俺にとって絶対でした。でも俺は今八神探偵事務所の人間です。ああそうだな。おやっさん。東。へい。腹くくれ。てめえはマスガネの人間だな。もちろんです。証明しろ。
カ野郎、なんて顔してんだ。もうやるしかねえんだ。やるしかねえって時は殺す気でかかってこい。それが男だ。今そんな説教するかね。行くぞ。大したもんだな、お前ら。
これだけの極道相手に。それに比べて腐っちまったよ俺は。なあ、そうじゃねえか、多忙。初めてお前と会った頃とはもう違うよな。おやっさん。いい加減しつけんだよ。クソガキ！まだ終わってねえぞ。おお、やってるな、カイト。あ、親父。そいつが例の八神とかいう。ええ、もう顔合わすたびにこれですわ。若いの、おめえ、カイトに殴られんのがよっぽど好きらしいな。何回やられてもしつこく結果を打ってくる。どっか行かれちまってんのか。どこも行かれてねえよ、クソヤクザ。クソヤクザと来たか。少年の腐ったガキだな。腐ってんのはお前だろ。生きがってんじゃねえぞ小僧。実は俺にもお前さんみてえな時期があってよ。やけになってムカつくもん見境なく殴りまくったもんさ。そしたらよ、いつの間にかこのゴミためみてえな町にしか居場所がなくなってた。おめえもそんなとこじゃねえのか。うるせえ。分かったような口聞いてんじゃねえ。わかるんだよ俺には。若え頃から取り返しのつかねえ失敗を繰り返してきたからな。だからよ、おめえも同じだと一目でわかる。違うか。俺は気づいた時にはもうヤクザになるしかなかった。だが今のおめえの年なら腐るにはまだ早え。さっきゴミためみてえな町って言ったがよ、本当は違う。この町はどん底を知った上でそこから這い上がろうとする人間があがく場所だ。もしお前にその気があるなら今度そこんとこじっくり教えてやる。だからよ、もう二度とうちの怪盗に喧嘩うんじゃねえぞ。今日は絶望的に酒がまずいな。お前らがモグラって呼んでるのは羽村が抱えてる殺し屋だ。殺し屋？ああ、羽村は殺しが必要な時は決まって同じ人間を使ってるみてえだ。きっとそいつだろう。誰なんだそいつは。さあな、ただどっから見つけてきたのか相当のもんだ。同じ手口で何人もやってんのにろくな証拠も残してねえ。おやっさんがモグラの顔を見たことは。ねえよ。モグラの顔を知ってんのは羽村だけだ。タボ、お前どうしても手引かねえ気か。ええ。だがもし羽村やモグラを追ったとこで奴らも道具に使われてるだけだ。その奥に
顔も見えねえ影みてえな連中がいる。そんなもんに手出したらもう引き返せねえ。お前らそれが分かってんのか。後悔するならやるだけやった後にするよ。年寄りの忠告ってのはいつもそうやって無視されんだ。親父、申し訳ありません。親さん、一つだけ言わせてもらえますか。なんだ。俺が知ってる松金組は殺しを平気で容認するような組じゃなかった。羽村あっての松金組っていうのはやっぱり俺は。何度も言わせんじゃねえ。時代が変わって今の松金組は羽村の仕切りだ。任せた以上一切口出しはしねえ。俺が組長として決めたことだ。親さん、今までお世話になりました。結局羽村の居場所は分からなかったな。また一から仕切り直しだ。いや、親父の話の中にヒントはあったぜ。そうか。羽村あっての松金組ってやつだ。ん？姿消したっつっても羽村が実質トップなら、やつがいなきゃ組のしのぎが回らねえこともある。ってことはどこかで組の門とやり取りしてるはずだ。もしその声を拾えりゃ多分羽村の居所も追える。つまり俺の言いたいことわかるか。盗聴しようってことか。例えば組の事務所。おうよ。でもあんなところに盗聴器仕掛けるって、あれだけ暴れちまったんだ、捕まったらマジで殺されるぞ。ああ、だからうまくやるには窃盗団張りの腕がいるな。ああ、なるほど。杉浦にやらせるのか。杉浦には俺から連絡しとく。その代わりお前は盗聴器の手配だ。え？せいぜいいいの探せよ。手に入れたら事務所で合流だ。
矢上氏、今度は何ですかな。あまり大きな声じゃ言えないんだけどさ、盗聴器が欲しいんだ。つくもそういうの詳しくない。詳しいに決まってるでしょ。僕を誰だと思ってるんですか。だよな。材料さえ揃えばすぐ作れますぞ。材料ってお前の手作り。メイドインつくも、これ以上信頼できる製品はありませんぞ。おまけにお友達価格ですから。分かった、任せるよ。で、盗聴器の材料ってのは。すぐ集めてくる。そんなことする必要はありませんよ。ここにはないが、ここで手に入る。その心は。なんだそれ。ネット通販です。お急ぎ便でしたらあっという間に届きますから。矢上氏はお金だけ用意してくだされ。いくら。材料費と僕の手間賃込みで10万ほどあれば。それでお友達価格なんだよな。もちろん赤字覚悟の大特価ですとも。じゃあ了解。ではお金が用意できたら声をかけてくだされ。必要なパーツは手配しておきます。お金準備できたのですかな。材料費と手間賃込みで10万円ですぞ。ああ、これで頼む。助かります。では完成したら連絡いたしますゆえ、ちょっとばかしお待ちくだされ。分かった、よろしく。もしもし。お待たせしました。例の品完成しましたぞ。本当に早いな。では悪いのですが、店まで取りに来てくれますかな。わかった、すぐに行く。矢上氏、早かったですね。お褒めに預かり光栄ですぞ。では商品をどうぞ。コンセントに差し込み偽装するタイプのものです。受信範囲は100メートル、電波は超強力。間に鉄板のような遮蔽物があっても問題なし。ビルの上の方のフロアでもクリアに聞こえるでしょ。いいね、そういうのが欲しかった。電源はリモコンで遠隔操作できますから、聞きたい時以外は電波の送信をオフにしてくだされ。たとえ矢上氏のような名探偵であろうと、この盗聴器を見破ることは困難でしょうね。なんか一言余計だな。まあでもサンキュー、助かったよ。どういたしまして。Thank you.
らく寝とけって。楽しかったでござるよ。どうも、お邪魔してます。っていうか、無理やり連れてこられたんだけど。盗聴器、手に入ったか？バッチリ。よし、じゃあ座れよ。松金組に盗聴器仕掛けろって話だよね。もう話は聞いたんだな。そう。じゃあ杉浦君、説明してあげて。あのね、悪いけど無理。こっそり忍び込めったって組事務所じゃずっと留守番いるでしょ。出入りも防犯カメラで見られてるし、挙句にもし捕まったらよくて半殺し、冗談じゃないってだそうです。だそうですじゃないよ。どうすんだよ海藤さん。まあまあ怒るな。というわけで別の手を考えといた。忍び込むのが無理なら潜り込みゃいいんだ。ん？まあ聞けや。タボ、こいつに見覚えねえか？誰これ？派手なジャージ。確か松金組の。おうよ、組一番のおしゃれ大好き田代くんだ。夜だろうがグラサンを外さねえ。ところでこいつはターボーと似たような体格でな。俺に似たような体格ってまさか。もしこの田代くんがマスクでもしたら、中身がすり替わったって誰も気づかねえよな。うん、きっと気づかねえよな。グッドアイデアだね。はあ、じゃあこの田代くんに変装して潜れって。うん、まずはやつを見つけてジャージとサングラス一式を拝借。あとは簡単だ。堂々と事務所に入って盗聴器を仕掛けまくる。なんだよ、結局俺がやんのか。よろしくお願いします。まあでもだいぶ頭使ったな海藤さん。ほら、いつか松金組に戻る日があるかもしれねえって今日までそう思ってた。ん？なんだよ急に。でもよ、親父に面と向かって逆らったんじゃもう無理だ。あそこまでしたからにはもうとことんやるまでよ。だろ？そっか。よし、じゃあ田代くんの身ぐるみ剥いでくっか。行くぞ、ターボ。人のファッションにケチつけたくないけど、世の中変わった人もいるもんだね。あ、海藤さん。ん？田代くんの居場所、当てはないの？そうだな。あいつはキャバクラのしのぎをやってたから、そこに現れるかもしれんな。キャバクラ？どこの？確かエメラルドヒルズって名前だ。七福通り西の。よし、じゃあまずそこに行ってみるか。出発するか。時間食っちゃったよ。行くぞ。
らく寝とけっての。行くぞ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。どこ行ってたんだよ。いらっしゃいませ。すみません、ちょっといい？いらっしゃいませ。お二人様でしょうか？いや、遊びに来たんじゃなくて。ここ、松金組がケツ持ってる店だろ？ええ、それが何か？人を探してるんだけど、田代って人知らない？田代？ほら、いつも派手なジャージ着ててさ、夜でもグラサンしてるやつだよ。わかるだろ。あの人。そうそう、そいつだよ。知ってるじゃねえか。どこにいるかわかる？さっきまでここにいたんですけどね、ちょっと面倒なお客がいまして、その人連れてどこか行っちゃいました。焼き入れか。ま、あいつにはぴったりの仕事だな。どこに連れて行った？多分天下一通りの方です。ビルの裏手にあまり人が来ない空き地があるとかで。そのくらいの知恵は働くってわけか。焼き入れんなら人気のない場所ってのは鉄則だ。何偉そうに言ってんの。よっしゃ、行ってみようぜ。ターボ。ああ、助かったよ。いえ。あのな、おっさん、うちん店はおさわり厳禁なんだよ。入り口に張り紙してんだろうが。ですから触ってませんって。あ、嘘つくんじゃねえ。女の子から苦情が来てんだよ。いた、田代くんだ。おお、マジでいつもあんな格好してんだ。ちょっと感動。あ、てめえはヤガミ。組の的の顔ぐらいは分かってんだ。うるせえ。あの、私はこれで。だ、待ちやがれ。くそ、お前のせいで逃げられたじゃねえか。どうせ変な因縁つけて金巻き上げようとしてただけだろ。あの客が本当に追い出してたのかどうか怪しいもんだぜ。
はあ、マジだし。あ、動揺してる。こりゃ図星だね。な、こういうやつなんだよ。だから追いはぎされても文句は言えねえ。追いはぎ？何のことだよ。君が着ているその服、ちょっと貸してくれない？ざけんな！これいくらしたと思ってんだ？知らねえよ。けど、そんなに高価な服着て歩いてちゃダメだろ？こんな危険な街でよ。今すぐ脱げば痛い目見なくて済むし、こっちも綺麗な服が手に入って大助かり。つまりウィンウィンってやつ。乗っといた方がいいんじゃない？なめんじゃねえぞ。そんなにこの服が欲しけりゃ力ずくで奪ってみやがれ。しゃ、よし、さっさと済ましちまおうぜ、タボ。ああ、誰かに見られたらこっちがまずい。お、なんだこいつ。結構金持ってんな。財布の中、札でパンパンだぞ。ちょっと、それに手つけたら強盗だよ。はいはい、分かってますよ。っていうか、服はいいのか？だから借りるだけって言ってるだろう。元弁護士が言うなら信じるよ。見立て通り、サイズもちょうどだな。似合ってるぜ、多忙。嬉しくないって。よし、それじゃあ盗聴器を仕掛けに松金組の事務所に向かうぞ。あ、海藤さん、田代君のことを頼める？ああ、どうするつもりだ？さすがにこの時期すっぱだかでほっとけないでしょう。お優しいことで。ま、面が割れてんのは俺も同じだ。言っても役には立てねえし、仕方ねえ。よろしく。ターボ、下手打つんじゃねえぞ。大丈夫だって。もしもし。って、うわ、何その格好。うるさいな。田代くんの服だよ。オッケー。それじゃあ松金組の事務所前で合流しよう。わかった、すぐに行く。それでは出発いたします。杉浦、待たせたな。おい、杉浦。
人違いじゃないですか。ダメだ、笑っちゃう。お前ふざけんなよ。だってしょうがないじゃん、その格好想像以上に破壊力すごいよ。お前が潜入したっていいんだぞ。ごめんごめん、とにかく変装はバッチリだね。ああ、さっさと済ませよう。八神さんが事務所の中に盗聴器を仕掛けたらこっちですぐモニターするから、設置が終わったらすぐに脱出していいよ。わかった。それじゃ準備はいいね。ああ、問題ない。お前マジで覚えとけよ。ま、相変わらず活かしてますね。今度俺にもいい店教えてくださいよ。田代か、エメラルドヒルズの揉め事ちゃんと解決したのか。まあ今は八神の件で組中が大変なんだ。それくらいはお前らで片付けてくんねえとな。ああそうだ、お前ちょっと留守番しててくれ。コンビニ行ってくるわ。5分くらいで戻るからよ。もしもし、こちら八神、聞こえてるか。大丈夫、拾えてるよ。早くそこから抜け出して。了解。おい田代、お前何してんだ。親父の部屋勝手に入るんじゃねえよ。何かあったら当番の俺の責任になっちまうだろうが。おい、なんとか言えよ。こら、しかとこいてんじゃねえぞ。てめえは八神。ああバレちゃったか。そっちからぶっ殺されに来るとはいい度胸だな。ああ、生かして返すな。やっちめえ。負けねえ
逃げられると思うな。これでてめえはおしまいだ。ちょ待てよ、それ銃刀法違反でしょ。やかましい、方針にだろうが。あくそ、どうすりゃいいんだ。な、停電か。チャンス。危なかったね、八神さん。さっきの停電、お前の仕業か。盗聴器のおかげで全部聞こえてたからね。とっさにビルのブレーカーを落としたんだ。そっか、助かったよ。もたもたしてたら応援が来るかも。早くこっから離れよう。ああ。もう大丈夫だ。盗聴器はちゃんと動いてるか。ちょっと待った。そのイヤホンで盗聴？そう。大丈夫、ちゃんと動いてる。お、早速組員がどこかに電話してる。やったね、電話の相手羽村だ。今の騒ぎを報告してる。羽村の居場所はわかるか。ちょっと待って。ん？長藩って、長藩博打？鴨野町の賭場みたい。でも長藩博打の賭場ってどこ？餅は餅屋に聞けだな。賭場の場所ならギャンブル好きに聞けばいい。あ、地下カジノ？恋女房の下の。あそこの連中ならわかるんじゃないか。なるほどね。となると、ふん、あとはもう俺一人で大丈夫だ。わかった、ありがとな、助かったよ。
な店ね。ちょっといいですか。ナンパならお断り。そういうんじゃないんです。神室町で長範博打ができる賭場があるみたいなんですけど、知りません？長範博打？何それ、知らない。面白いの？ええ、多分。嘘、そんなところあるなら連れてってよ。なんかここ地味っていうか刺激がないのよね。あー、じゃあまた今度。場所分かったらお誘いしますから。今度っていつよ。退屈。あの女、いい尻してんな。ちょっといいですか。ん？何？神室町で長範博打ができる賭場って知りません？長範博打？ああ、チャンピオン街のあれのことか。確かに普通じゃ入れない場所だからな。あ、知ってるんですか。どこにあるのか教えてほしいんですけど。まあ教えてやってもいいけど。けど？あそこの女、いい尻してると思わない？おお、確かになかなかですね。で、それが何か。あの子と飲みたいんだよ。兄さん、あの子に声かけてきてくんない？なんで俺が。そりゃイケメンが誘った方が成功率高そうだろ。そこんとこ俺は謙虚なんだ。しょうがないな。じゃあうまくいったら教えてくださいよ。おう。ちょっと横いい？どうぞ。ここをよく来るの？ええ、お酒とギャンブルが好きなの。それといい男。いい男？一度映画みたいなセリフで口説かれてみたいわ。何を飲むの？マティーニ。勝負前はいつもそれ。ウォッカマティーニをステアせずにシェイクで。そうよ、映画に詳しいのね。俺におごらせてくれないかな。仲間もいる。一緒に楽しもう。お酒だけ？え？言ったでしょ、私ギャンブルも好きなの。ヒリヒリするような熱い勝負が好き。ポーカーで私に勝ったらいいわ。付き合ってあげる。よし、決まりだ。準備はいい？ああ、やろうか。楽しませてよね。
私の勝ちね。しょうがない、勝負は時の運だ。あら、潔いのね。流れが読めれば勝てはしなくても大きく負けることはないだろう。わかってるじゃない。あなたとなら長く遊べそう。いいわ、一杯だけ付き合ってあげる。本当に？それじゃ乾杯しよう。おいおい、なんで兄さんが彼女と楽しんでんだよ。勝負は俺の勝ち。彼女と飲めるぞ。酒を持って席に行くんだ。本当か？オンに切る。その前に長範博打ができる賭場について教えて。ああ、それならチャンピオン街だ。一軒だけ看板が出てない店があるからすぐにわかる。看板が出てない店で、シャッターをゆっくり3回ノックするんだ。すると、ご用件はって聞かれる。そしたら合言葉を言うんだ。大月は元気かってな。ノックして合言葉と。次にステーキを食べたいそうですと言われたら、シャトーブリアン、ブルーレアでと答える。それで中に入れるよ。賭場は地下にあるんだ。ありがとう、助かったよ。よし、それじゃ乾杯だ。いや、俺は遠慮しとく。すぐに行かなきゃ。なんだよ、釣れないな。いい尻なのにもったいね。ああ、そうだ。彼女にはウォッカマティーニだから、ステアせずにシェイクで。なんだそれ、合言葉か。よう、タボ。カイドウさん、杉浦からここだって聞いてよ。どうだった、ハムラの居場所分かったか。ああ、チャンピオン街の賭場だった。本当か。賭場ってチャンピオン街のどこよ。一軒だけ看板の出てない店があるって。そこから地下の賭場に入れる。へえ、そうか。なあタボ、お前ハムラを見つけたらどうする。とりあえずこれまでの鬱憤晴らさせてもらわないとな。ずいぶん手間かけさせられてる。正直もうモグラの話なんて二の次でいいぐらいだ。同感だ。やっぱりお前は話が早くていいよ。行こう。いい加減にしろよ。おい、タボ。ん？賭場につながっている店ってここじゃねえか？どこにも店の看板が出てねえぞ。ご用件は？
大月は元気か？ステーキを食べたいそうです。シャトーブリアン、ブルーレアで。ご注文を受けたまわりました。どうぞ召し上がれ。よっしゃ、やったな、タボ。はあ、これ終わったら肉食べよう。しろ、次だ次。カイトさん、駒が揃いました。よし、来い来いよ。勝負。よし、来た来た。未曽有の超やっと波が戻ってきやがった。やりましたね、カシラ。どんどん行くぞ。ほら、おい、お前らどこ立ってんだ。まだ、どけ。久しぶりですね、頭。見つけるのに苦労しましたよ。そう、行け。行くぞ、ターボ。
強くなる。おっと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 、もう終わりですか。もっと暴れてくれてもいいんですよ。てめえら。組の金庫から盗まれた1億な。ありゃあんたの差し金だったんだろ。まんまとはめてくれたな。ま、今となっちゃそりゃ二の次だ。モグラはあんたがお抱えの殺し屋だってな。全部で何人殺させた？条例会のヤクザたちと新谷、他にもまだいそうだな。新谷は殺される前、モグラの殺しを抗争絡みじゃないと言ってた。つまりそう言えるだけの情報を持ってた。だから口を塞いだんだよな。モグラに綾部の銃使わせて。知らねえよ。新谷が掴んでたのはカムロ町の殺しと創薬センターをつなぐ何かだ。アドテック内の利権も絡んでる話なんだろ。知らねえっつってんだろうが。話せ、カイト。ぶっ殺すぞ。おとなしくターボーの話聞けや、ハムラ。創薬センターの軌道、あんたらを動かしている黒幕は軌道だな。違うのか。なんで返事しねえんだ。話す気がねえなら一気の根止めてやろうか。カイトさん。軌道じゃないのか。新谷は創薬
約センターに電話をした時、木戸じゃなくて翔野を呼び出そうとしてた。確かに新谷という弁護士からうちに電話があったようだ。彼が電話をした相手は翔野だ。橋木も殺される直前まで翔野から情報を聞き出そうとしてた。黒幕は翔野か。そうなんだな。おい、火が出てるぞ。くそ、誰か火つけたな。頭、海藤さん、手下たちがどっかに連れてった。こりゃよく助かったな俺ら。